これが中国のチンパンジーです。はい、突然ですがここで問題です。これは一体何でしょう。1番ハゲた頭、ハゲ頭。2番は男性の大事な部分。そして3番はお尻と、この3択になっております。さあ答えは一体何でしょう。どうぞ。そうです、頭がハゲてピンクみたいになっているように見えましたが、これは頭ではなくお尻でした。あっちに頭があります。パッと見びっくりしますよね。頭の穴開いてんじゃねえか。あれはお尻ですね。他自己应该找找答案了，ちょっと歩いてたら何かショーが始まったみたいなのでね、ちょっと見てみたいですね。あ、もうダメか。あ、しか入れないっぽい。なんかショーはやってるっぽいです。ああ、なんだろうね、気になるね。そこにカバのショーみたいですね。でした。さっきまでミルクあげたけどなくなっちゃった。さっきの子たちがすごいすごい、ちゃんと覚えて踊りをやってる、振り付けをちゃんとやってる。嘘でしょ、ガチョウ来ちゃったよ。ガチョウ来ちゃった。マジですか、競争って。はい、どうも。また別の場所でですね、違うショーがあるということで来てみました。多分猿とかそっち系だと思うんですけど、
わけでですね、この動物園のショーを今2つ見ました。まだねホワイトタイガーとか見てないから、そっちも見てみようかと思います。今ここに来てちょうど2時間ぐらいかな経ちましたが、今何割見れてるかがちょっとあんまりよく分かってないです。今ですね、あのコアラがいるゾーンにやってまいりました。コアラすごい可愛いですよね。僕のインスタグラムにいくつか写真を載せているので、そちらを見ていただければと思いますが、動画で言うとね、ちょっと難しいじゃない。あの辺にいるこの子ね、あとこれ寝てる、今コアラ。コアラって生まれてすぐはお母さんの大便を食べて育つらしいですよ。お母さんの大便を食べて育つらしいです。ちなみに大便というのは中国語で大便と言います。